3月6日小樽南防波堤。Yeah, we. プニーカと投げ釣りをしました。手前20メーターは根掛かりポイントが多数、気をつけましょう。ほら、本当だ。デカガヤさんじゃないですか。やりました。やったね。いる？重たい。外れた。寄せ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 。でかいゴミか。何これ。入んないっす。よいしょ。はい。遠いでしょ。めっちゃいい数でしょ。なまるいい数でしょ。ハチガルゲートだぜ。まず釣った時の感動を思い出し、鱗を取っていきます。まだ生きていますね。取っていきましょう。そしてこれはエラをカットですかね。ああ、絶命しました。美味しそうなミッコが見えましたよ。ここで3枚おろしです。綺麗な身ですよ。硬そうですね。
余分なところを通して皮剥ぎですね。これがなかなか難しいんですよ。刺身でいただきたいと思ってますので小さく切ってもらいます。反対側も同じように余分なとこ切って皮剥ぎをします。いざ実食。